ここで恒例の順位予想を、言いましょう。ポーチプロ野球チャンネル。広島ピッチャーいいんだよね。広島ピッチャーいいです、うん、っしゃ。広島ピッチャー、うん、ピッチャーよ。クリック、はい、森下、おう、春は、うん、どこだ、どこだ、大瀬良、ハッチ、はぁ、もう十分でしょこれ。いいね、行きましょうか。じゃあ、はい、じゃあ僕行くよ。はい、皆さんお願いします。あれ阪神いや阪神って、はい、僕ね阪神今年シーズンオフ相当忙しかったんですよ。だいたい阪神って1年目活躍したら2年目ダメなんですよ。阪神のそのいろいろなお付き合いがシーズンオフに結構あったと思うんですよ、はいはい、1年勝ったらだから勝った久しぶりやけどね、うん、でだからドドドってこう、あ、まあ、今年もほらいきなりオープン戦もダメだった時あったんでしょ、うん、最初ね、うん、まあ戦力的には A クラス入るも、うん、もちろんあるし、はい、でも僕はちょっとその辺がねあんまりこう、うん、阪神はちょっと へばってるかなっていう感じはします、うん、春先は僕良くないと思うんですよね、うんうん、広島はいいじゃないですか、ピッチャー陣。そうなんですよ、広島ピッチャー陣いいじゃないですか、はい、まああと打撃の方っていうのはね課題はあるかもしれないですけど、うん、まあそろそろあそこのなんか新井監督との選手との感じもなんか良さそうだし、うんうん、なんか広島あたりをちょっとダークホース的にちょっとこう上げときたいなっていう。やはり DeNA はピッチャー2人で抜けたのが大きいですかね。まあこれは全てでしょう、うん、いやだったらちょっと待て、そうかバウアーもいい、そうかバウアーどこ行ってメキシコがなんか行ってない、はい、バウアー、はい、うん、です途中で帰ってくるかもしれないですよ、うん、あそうなるんですよね、前また、はい、なそんなんありなの、ありじゃないですか。わかんないですけどね。ヤクルトは動かず、ピッチャーいないですよね。確かにピッチャーいないですよね。確かにね、ピッチャーいない、ピッチャーいない、やっぱりこうピッチャーいるところはちょっと上にっていう感じですね、うんうんうん、今年ジャイアンツほらピッチャーちょっといいじゃないですか。笑顔になりますね。ピッチャー中心のこのオーダー、あの順位です、はい、私はこうですね、はい、はい、お中日評価低いですね。ピッチャー結構いますけどね、なんかやっぱり打線が苦しいのかなって感じするよね。あ、であのピッチャーいるけど、はい、あの名古屋でもすごいいいと思うのね、うん、で予想に行ったらちょっと打たれるのかなと。いいと思うよ、はい、うん、どうなんだろう、やっぱり打線が、うん、総合的にセカンドショート誰って言われるとちょっとイメージ湧かないですもんね、うん、セカンドショートというか野手がいまいち、打線がいまいち組めないもんね、うん、そうそう、今日もあの名古屋ドームでホームラン量産するのは難しいよ、うん、あ、うん、そら、あと今まで格がやっぱりいなかった、ね、チームですから、だから細川選手、石川選手、使い寄ってるよね今ね、うん、使い寄ってる、この間にね中田翔選手が、うん、大黒柱になってくれれば、うん、岡林もねいますからね、うん、でも順位は決めなあかんから、岡林、岡林、あ、いい選手、いい選手だね、うん、いい選手だね、うん、いい選手、あの選手、そう、はい、こんな感じです。ありがとうございます、はい、吉野さん、僕はこうです。ピッチャー2人抜けた DeNA3位、うん、なんだかやっぱ打線はいいのかなっていう、あ、渡来が1番に入ったらちょっといい、ね、読まれてるもんね、打ったらね、そのまま打ってくれたら打線はもう、うん、点は取るのかなみたいな感じで、うん、あそこ外の代わりは誰だ、いない、オースティン選手が使いたいから、あ、最終年です、うん、ファーストがオースティンですね、うん、ファーストオースティン、渡来だ、もう使いたいから、あの選手すごいね、うん、お父さんヤクルトの選手です、うん、はい、でオースティンが最終年、うん、やるんじゃないかっていう、うん、ピッチャーはでもカバーできますか、いや大変だと思うけど、うん、思うけど打ち勝つっていう、ってなるとヤクルトもなんかちょっと同じ、いやだから村上が三冠を取ったらもうちょっと上気がするけど、うん、山田と2人が頑張れば、はいはいはい、で山田今年元気だよね、よく出るよね、うん、元気ですね、山田、村上、外人2人はね、うん、はい、守備がどうなると思うよね、
まだなんかピンチヒッターが出てるけどね。ちょっと怪我しました、ね。ああ、そうか、うんね。やっぱりちょっとその辺ね。うんうんうん。中日の評価、去年も中日結構いやだからあれは WBC で勝ったからで外国人がもうちょい打つと思ったのよなるほど全然打たんからなるほど。ただ中田がね本当に頑張って打点上げたらちょっと点が入ったらちょっと変わる気がするんだよね。その去年のだってノーヒットノーランって勝てないチームなわけじゃないですかそれが1点でも入ったら勝てるわけだから、はい、そうしたらちょっと変わんのかなっていう、うんうん、だ結局細川一人だったわけでしょ、ちょっと昨日打つのが、うん、それが二人入って打とうなんかちょっと変わるかもしれないなって気はするって人かな、うん、ピッチャーでだから巨人阪神以外に広島と中日ですかね、うん、広島はやっぱり西川も抜けちゃったし、うん、打線というところではまあ田村がね、うんうん、ね期待ですね期待されてるししたいとこなんだろうけど、だからこれタラレバですけど広島のバッターのこのレイノルズシャイナーっていうこの両外国人やれば守ってないんだ当然ね守ってないよね。え去年さ我々が予想したの誰が結構まあみんなジャイアンツ優勝しちゃったからあれだけど、はいはい、あとどういう感じなの去年の。僕ゼロです。ゼロ。まずその辺の反省点からいかなきゃダメです今日見して見して見して、ほら中日合ってんじゃん、ほら。どれ？ほら。あ、あった。え、広島5位何位だった？え、広島横浜のも当たってんじゃないですか。ほら。広島さんの方が当たってます。え？ 2 つ当たってます、だから。ここ3、6が当たってます。3、6？ あ、じゃあ、宮本さん見せていただいていいですか。ほら。3、6が当たってます。宮本さん、巨人、阪神。だから3位と6位が当たってるんですね。あ、DeNA3 位。うん。これか。広島、ヤクルト、中日か。ほら、2つ。イェイ。グラス試してもらっていいですか。はい、中日だけ。でもいいよ。去年はもう終わったことなんだよ。吉野さんの発表、吉野さんの発表してもらっていいですか。吉野さん、巨人、阪神、はい、中日、ヤクルト、DeNA、広島。アウトー。アウトまあということで締めますね。はい。はい。それでお三方にじゃあ。一人ずつ今年に期待を。いやもう、うん、安倍新監督の元、はい、新風を吹かしてもらってね、90周年花を添えて優勝してほしいと、それだけですね。はい、吉野さん、まあ本当に、ね、若い子だったりそのなんかそのここ最近取った選手だって補強だっていろんなものがね、うん、すごいいい形でこうやって進んでると思うんで、そういった選手たちがそれぞれね、みんながそれぞれのパフォーマンスを出してくれたら、うんうん、本当に2勝負できるんじゃないかなと思うんで、うん、不安の方が今のところ少ないですよね。あ、そうですね、うんうん、不安は少ない、期待の方が多い、はい、うん、全く去年とね、違う開幕の気分ですよ、気持ちですよね、うん、でやっぱり今監督コーチがすごく若くなったんで、うん、そのあたりがすごく選手と近い環境にあるっていうことたところが選手にとって僕はプラスだと思うし、だからその中でなんかいいみんなが一つになってねやれる環境にはあるのかなというふうにあるんで、まあ新風新生ジャイアンツ期待してます。はい、またじゃあオールスター前に、はい、やりましょう、はい、順位を動かさなくてもいいように、はい、はい、期待します、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。